まあ、こんにちは。お金を稼ぎたいと思うことは結構あると思います。私も今でもね、お金稼ぎたいですね。というのが、もう使いたいものがあるからなんですよ。使いたいものがいっぱい思いつくんで、じゃあそのためにお金いるよねって感じです。もちろん今手元にあるお金を使ってもいいんですけども、使った分はなくなるじゃないですか。したらなくなった分を補充しないといけないですよね。私の場合はだから、なくなってから補充するんじゃなくて、これからこれに使うからその分を先に補充しておいて、補充して安心してから使おうかなっていう、まあそんな感じですかね。まあそんな時ばっかりじゃないんですけども、まあその中で今ね、スマートフォンがあって、そして、稼ぐためのツールがあって、でマーケットとアクセスできる、そういった環境があると、まあ全部揃ってるんで、あとはね、必要な学習と経験を積むと、やっぱりどんな時でも24時間365日どの瞬間でもお金を稼ぐ、お金を社会から取り出すってことができるなと思ってるんですよ。まあその一つが FX だと思いますけども、今回ね、あのナミさんの方からも動画が送られてきて、スキャルピングをねされてるんですよね。これ非常にいいですよね。朝食をとってる時とか、メイキャップをしてる時にきちんと副収入が入ってくるってことは、ご飯を食べても時給がもらえて、メイクをしても時給が出てるようなもんですよね。まさに24時間、まあ、自動集金装置みたいな感じになってるんじゃないかなと思います。まあこういうふうにね、世の中では皮肉なもんで、時間を無駄に過ごして、いわゆるお金と時間を失ってる人がいるから、そのお金と時間が、まあ、うまくやってる人に流れ込んでくるっていうふうになってますよね、うん。まあシンプルにこういう仕組みばかりでは説明できないと思いますけどもね、うん。まあでも動画の方を送っていただきましてありがとうございました。で、今日25日になりましたけども、24日のね朝の動画は初めから一般公開でお出ししましたし、もう金額も、金額っていうかね、値動きの方もはっきりと申し上げて、まあ指示としては買えばいいというね、倍だよと、倍だったら取れるよってことでお話して、結局初級者、中級者、上級者用にエントリーポイントを指し示しましたけども、その通りになりましたね。ということで、かなり高い確率でね、このテクニカルっていうのはこういうふうに使えますんで、まあ多くの人にテクニカルを学んでいただきたいかなと思います。学ぶって言ってもね、私の場合はテクニカルの学び方は、まず基礎用語を入れること、基礎用語があることによって説明している言葉の意味がわかるからなんですよ。でそのために、FX の基礎講座で毎日毎日 FX の必要な単語概念を3ヶ月かけてずっとね、昨年は覚えていただいたわけなんですけども、それを突破した人が今度は FX の中級編でテクニカルといった分野で4つの手法を身につけていただきましたね。エリオット波動とか坂田誤報とかね、フォーメーション分析とかゾーンという4つですけども、この4つが分かると移動平均線って使わなくないですかって話ですよね。もちろん移動平均線を使う方法もあると思いますけども、私はね、移動平均線はほとんど使ってないですね、うん。だから移動平均線は 何に使うのかなって未だにちょっと分からないところがありますけども、でも移動平均線は人気のあるインジケーターですから、やっぱり使い方あるんでしょうね。私も知らないでもないんですけども、そもそも私の移動平均線は5日8日13日というね、わけのわかんない日程設定になってるんですよね。これはね、短期トレードに有効なマル秘の設定なんですよ。多くの人は5日20日100日もしくは200日って設定してますけども、この設定をすると、なんだろうね、なんだろうね、 FX でじゃあ勝てる人が多いかっていうと、私の目から見ると移動平均線をこの日数の設定にして勝ってる人負けてる人はそんなに極端に、分類できないのかなと思うんですよ。多分5、8、13日っていうのは私ぐらいしか使ってないんじゃないかなと思いますよねという意味でね、この極端な移動平均線の日数を使いこなす人はっていうか、移動平均線見てないですからね、ほとんどね。だから私の日数設定も別にあんまり参考にならないと思いますけど、まあでもこのスキャルピングの動画見せていただきまして、あ、こういう方法もあるんだなということでね、まあいろんな稼ぎ方があるってことですよ、 FX はね、ナミさん、うん。いや、これからもね、いろんな方法で自分のうまくいってる方法、こういうのを紹介し合えるといいなと思いますね。じゃあ本日は以上です。また動画を送ってください。いってらっしゃい。